プリンです。今回なんですけども、メモリアルガチャがリセットされましたということで、まあ、引いていきたいと思います。今回の目玉はなんといっても1100ランクガチャがね、新たに追加されたということで、この間ね、引けなかったウルフデイトナーをね、引くチャンスが再びやってきたということで引いていきたいと思います。ロイヤルノーチラスはもういいんよ。はい、ということで、まあ、やっていこうか。で、まあ、150からなんだけど、まあ、この辺はね、まあ、マジで、特に意味はないので、パパッと引いていきたいと思います。まあ、この辺のね、下位のやつは大したもん出ませんので、芝ですね。ランク900ぐらいからがちょっとね、見応えあるかなってところです。で、まあ、他に欲しいキャラは、まあ、刺していないんですけど、フェスゲンね、なんか持ってないのがいた気はするので、まあなんか出たらいいんだけど、まあそれほどね、欲しいキャラがあるわけでもございません。ということで、まあこの辺はね、適当に流していきましょう。で、皆さんは何出ました ?1100 と1000。いいの出ましたか?なんか1100熱いよな。今さ、ランクが1118なわけなんですよ。だから今後さ、1200ガチャとかも、まあありえんくはないから、まあ、ちょっと引いていかなきゃいけない。お、卵が星7に化けていって。ふふ。まあ。800。まあ、この辺から、なんかフェスゲンとか出てくんのかな?まあ。ただのフェスゲンにね、用はねえから。まあ、エスカマリがかろうじて欲しいかな。エスカマリ好きなんでね。割れんだっけ?あー、なるほど。動くやつ。これ、効果の弾にできるし、まあいいでしょう。はいはい。さあ、この辺からかな。うん。ラインナップは書いてないか。何出るんだっけな、900。ちょっと正直忘れちゃったけど、さあ、いいの来い。頼む。いいの来い。触れて、あー、はい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 、あ、帽子の状態で来る。ズラもね、なんか強化されたりとかしていた気がするので、これか、進化が追加されたのかな。まあよろしいんじゃないでしょうか。あ、まあたくさん持ってるけどね。さあ1000、まあ、この辺りからですね、まあいいのが出てくると思うので、まあなんかなんだろうな、まあマーメイドとか出るんだっけ、まあ、刺して欲しいのはいないけど、まあいいの出たら嬉しいな。うん、なるほど。ティオレですね。ティオレ地味に少ねえ持ってんの。あ、地味にありがたい。ということで、こっからが本番です。はい。1100ガチャ。こっからが本番。もしね、ウルフデイトナーが出たら高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。さあ、頼むぞ。で、一番熱いのは10連ガチャドラ引いて、そっからウルフデイトナー2体引き当てるっていうパターンが一番熱い。ないけどね。さあ行こう、頼む。さあ来い。うーん、まあまあ悪くない。1体しか持ってなかったしね。2体目、実はこのモリリンの武器2個目使いたいなと思ったこともまあなきにしもあらずだったから、まあいいか。はい、ということでね、1100ランクガチャ、なんだっけ、このリン、アワリン出ました。しかもホノリンとアワリンしかいないのにさ、武器になったらモリリン出てくるんだけど、何これ。これ真ん中のがモリリンってこと、この真ん中の木の枝みたいの、つぼみみたいのがさ、モリリンってこと?はい。まあいいでしょう。はい。まあ出なかったけどね、よかったらチャンネル登録、高評価していただけたら嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。